白浜町は、かつて、千葉県安房郡に存在していた町、立山都市圏に属していた。平成の大合併に伴い2006年3月20日に、同じ安房郡内の富浦町、富山町、三好村、丸山町、和田町、千倉町と新設合併し、南房総市となったため消滅した。房総半島の最南端に位置する。温暖な気候であるが、 2012年2月には、路地栽培の金銭下に凍結被害が発生した。水平線上には、伊豆諸島が見渡せる。東町の沿岸部は、海岸断球が続いており、南端には、野島崎灯台が1869年に設置され、町のシンボルとなるとともに、海の難所として知られる東町の沿岸を通って、東京湾に入る船舶のための目印となっている。 朝日奈地区は和田町、丸山町、千倉町、白浜町の京四町を一帯の通称名である。1994年9月2日群馬県、小持村と姉妹都市提携に、町院山の素潜りによるアワビ、ク草などの漁が著名である。幅乗りひじきなどの漁も行われている他にかつては、捕鯨も行われており、クジラのタレは素朴な郷土の味として親しまれた。 白浜の甘々の大半が農業との兼業で、現在50歳から60歳代約400人が活躍している。5月1日から9月10日の解禁日には海に、もぐり、アワビ、アマク草などをとっている。虚具は、曲げ損に、スかしをつけて使用。1日の出業時間は春には1時間から1時間30分くらい、夏には2時間から3時間くらい。潜水は体力により異なるが、 だいたい1回1分から1分30秒ぐらいである。しかし、アワビの漁獲量の減少が進んだことから、千葉県水産部が当地で、アワビの一貫養殖の研究に、全国で初めて着手し、岩磯の増殖口で波の力を利用したアワビ増殖や、千葉県がアワビやヒラメなどの稚魚、稚貝の養殖を手掛ける施設を1995年6月に完成させるなど、 養殖漁業への転換を図っている。7月には海の安全と豊漁を祈願する白浜アマ祭りが行われ、松明を持つ雨の夜へい花火大会、子供たちの祭り林白浜温度の総踊りなどが行われている。その中で雨の格好に奮した雨らしさで競う雨コンテストがあり、現役の雨だけでなく地元の女性や、 一般観光客も飛び入り参加できるイベントでもある。漁港内防線、外防線の電化が完成した頃から、町内にゴルフ場、レジャーランド、老人保養施設などの開発計画が次々と浮上。土地ブローカーが町内に事務所を構え、土地を買い漁る時代となった。白浜町は1972年、町民に対して、安易に土地を売らないよう優先放送や地区。 座談会などを通じて説得を呼びかけを開始、急激な開発を抑止した。ありがとうございます。